ピーピーピー変わらない、ね、体重はキープぐらい。そうですね、極力元気はあります。あ、もう、はい、すごいあります。なんかさっきもこのタッパーの蓋上げちゃって、そんなのパチッと止めといたのに。あ、そう、なんかちゃんと止めといたんですけど、あの内側からもう持ち上げちゃって脱出しようとしてました。汚いです。はい、じゃあちょっと洗いますね。それから診察してきますね。はい、はい、パンちゃんちょっと洗います。そんなにはついてなかったんですけどね。あ、そうですね、今回ちょっと少なめです、ね、そんなにでした。はい、じゃあちょっと体重測ります。よいしょ、412だったんですけど、あれ増えた。まあそういうこともありますから、4、3、4がね、まあ4にしてきますね。多少まだ湿気に濡れてるかもしれません、ね。はい、これはちょっと洗ってもらいましょう。はい、パンちゃん、ごめんなさい。さあ、様子をちょっと教えて。はい、昨日だけちょっとかけてないんですけど。あ、いいですよ。まあ、大体、まあ、食欲は毎日ちゃんとあるんですね。はい、で、排泄物の方がこの日だけ、おしっこ出たの。あ、出ました。で、うんちゃんじゃなかった。あとは程よいのが出てて、はい、で昨日も出てましたね。それ今週は、ね、柔らかいの出てないんだね。 あんまり柔らかくなかったです。はい、はい、そんで環境温度は朝一で28ある27.8ある、ね、そうですね。でも加湿器つけてないと、うん、つけててこれなので、まあ、そうです。つけてないと多分すぐ40切りますよね。そうですね、今朝とかちょっと切れちゃってて、それで 28% になってたので、うん、なかなかね、大変なんですね。そうなんですよね、本当に。なるほど。まあでもさ、60度を3本はいいからね。そうするとカビが生えちゃうからさ、60度してくれる分量はね。だいたいまあ50〜60%ぐらいがベストかなって思ってるんですけど。そうね、そうね。まあ、はい、40でもいいですよ。いいです。40から60の間で。はい。それから日に当たることは？日はちょっと全然当たれてないです。わかりました。また当たれるときはちょっとだけね、はい、当たってくださいね。はい、ちょっと洗顔をして。あ、そうだ。洗顔がどっちもあのもう切れちゃったので。なくなっちゃいます。はい。洗顔します。洗顔と天秤ね。お、避けた。なんかさっき今避けられました。先週はね。野草をちょっと食べます。嫌い始めて嫌ってるか。嫌ってますね。あの手で持ってあげようとしても、うん、私の指に噛みついてきたりとかするので。あの野草って どこで取った、何です。なんか爬虫類のイベントで、あの、はい、なんか無農薬で作ってる、そういう野草なんかお店が出店してて、そこで買ってきたんですけど、うん、なんかペットフード用のそういう栽培してるっていうところで。
あのさ、はい、じゃあ今と思ったけど、猫草、ああ、あれ家で栽培できるじゃないですか。はい、あれもいいんですか。うん、いい。だってあれも草だからさ。あ、まあそうですね。あれならもっとリーズナブル、結構リーズナブルだと思いますよ。そうね、猫草いいかもしれないね。あ、ちょっと考えてみます。うん、もし、はい、どこでも売ってればもんではないと思うんですけど、あの見たことあるか、なんか鉢植えにこうなんか長細いやつですよね。そうそう、稲科のね、なんか草があるんだけど、はい、うん、まあいや食べるかどうかは分かりませんけどね、はい、でもあれだとなんかどんどん取ってもまた、あ、そうですね、なんかすぐ生えてきそうな感じ、生えてきそうな感じですよね、はい、うん、でまあでも冬場はさ、どうしてもさ、はい、あの草もさ、そんなに夏場に比べると栄養が少ないと思うから美味しくないかもしれないね、はい、それは夏場の草の方が美味しいと思いますよね。でも動きがなかなかハードだね、本当に。あ、そうなんですよ、家でもこんな感じで、こんな感じ、はい、結構もう自分からガラスの戸に当たってったりとか、あともう岩のシェルター動かしちゃったりとかして、はいはい、もう結構パワフルですね。なるほど、はい、今ってどれくらいの奥さんのところにいるんですか。ケージ自体が9045、はい、あ、じゃあ結構な大きさですね。これよりも大きいですね。もっとでかいです。はい、マックやるよ。本当に畳1畳とか、なんかそのぐらいのスペースは、じゃあ大きさ的には十分だね、はい、でもそんなに動いてるんだったらさ、まあ、もし可能なら本当に気に合わせたいよね。そうなんですよね、うん、はい、じゃあ吸入療法とね、はい、酸素療法と、何て言わなくなったって言いましたっけ。あの今のどっちもトップラッシュとオフロキサシン、どっちも。どっちもね。はい。オフロキサシン、トップトップラッシュね。はい、じゃあそちらをご用意しますね。はい、そんで、はい、永田さん、この子の抗生剤。今回全部、もう抗生剤全部抜いちゃいますからね。3番目も。はい。様子変わらなければもう抗生剤は抜きましょう。で本当に調子悪い時にまた使いたいんで、はい、すごい不安。今パワフルだから。そうですね、ただまあちょっと症状は収められてはないんだけど、あと抗生剤じゃないのでなんとかね、ちょっとコントロールできればなということですね。わ、はい、かりました。はい、はい、じゃあ急に